わかる。こうなっちゃうんだ。なるほど。これちゃんと見渡せるようになってるから、今度はいいですね。動きやすいですね。で、こっちは？よし、そのまま道なりに。OK。派手にやってくれたじゃないか、ロベル。あ、なんか誰か来た。君は進み続けるんだな。え、何の話？誰か違う人と今話してたよ。男子トイレ。うん？なんかある？あ、自分の顔。今ピチャって言ったよね。なんか入ってる。なんか流しちゃったけど大丈夫これ。男子トイレ。ここ関係ないの？これ何？いいのかな？こっちは？女子トイレ。特に、あ、なんか置いてある。レベル 4！ ありがとうございます。他にないもんね。なんか入ってるとか？特に何も入ってない。ここは？関係ないか。ほー、なんだよこれは。命令に従い、業務遂行が可能なレベルの教養が必要。人を上回る知能を確認。標準よりワンランク上のカリキュラムを実施。今後もレベルを引き上げて継続。死や殺害への抵抗をなくす。死について正しい教育をしない。洗脳を行う。経過は順調。今後も継続。これ私に施された教育みたいな。メンタルの強化。ゲームや映像を用いて多様なストレスを経験させる。ストレス耐性に大きな変化は確認できず。回数が必要か。大ガヤも、検討。同じこと書いてるのかな？ああ、同じこと書いてるね。ここだけ机がない気がする。ずっと血が続いてるけど、これ全部7の仕業ってわけじゃないよね、多分ね。もう勝手に7のせいにしてるけど、全部。そもそも7のせいじゃないかもしれないし。なに、空腹がひどい。ファイルや本が並べられている。空腹がひどいって。1から7までやっぱありますね。あ、待って待って。あ、走れなくなった。お腹が減ったから。走れなくなりました。そんなステータスあるって私聞いてませんよ。お、件名。ナンバーセブンに与えられた本について。ロベルさん。表記の件、本の内容を確認いたしましたが、おそらく道徳教育に該当するかと存じます。彼女に道徳教育は行わない方がよろしいかと存じます。先日のミーティングで所長がおっしゃっていた通り、彼女が今後、業務を遂行する際に、道徳心は妨げになる恐れがあります、あるためです。今一度ミーティング内容をご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。石田。石田さんね。こっちは？ナンバーシックスの監視、きつくね？お、あ、違う。ああ、今月お前が当番か。ずっとあいつ、壁にヘドバンしてるし、あれを1ヶ月見続けると病みそうだわ。マジで病むから適度にサボっとけ。最近休んでる新田、あいつがそれだから。それマジか。つうかさ、欠陥品なんだから、早く処分すればいいのにな。それな、7以外のやつ、生かしとく意味がわからんわ。確かその辺の管理ってロベルさんだろう。一回行ってみようかな。やめとけ。あの人俺らの言葉に聞く耳持たねえんだから。こっちはなんかある。これなんだ？ 7。タイトル。ん？トライアルバージョン。ナンバーセブンについて下記の計測を行うため開発した。え？試作？なんか俺このゲーム知ってっかもしれない。やったことはないけど。ストレス耐性、知能指数、処理能力、理解力。何その設定？そういう設定のゲームがあるってこと？これもだって、よさめドットさんの作ったゲームですよね。やさめかもしんない。どっちだったっけ？走れなくなった。あ、これ食うんじゃね？もしかしたら。肉がある。ちょっと食べないとこ。食べないとまずいかな。お、でもなんかいるよ、今。プキュって言った、今。開ける。開かないか。大丈夫かな？行って。このまま。なんか音聞こえる。角かざす。うわ。
誰かやられてる。女は白い服を着ている。頭に開いた穴は貫通しており、そこから出血している。横になって眠っているようだ。ここで休む。これ食った方がいいのかな。どうなんだろう。上書いておく。柔らかくていい匂いがした。それは奈々にとってとても羨ましいことだった。へえ、どうする。食っといた方がいいのかな。あ、なんか落ちてるような気もするし。空腹で死んじゃうってことある。食べる。お腹壊すかな。ジューシーだった。空腹がほんの少しだけマシになったっていうことは、あ、走れるようになった。あんま必要以外に走らん方がいいかもしれない。なんか落ちてるような気がするんだよな。弾丸が落ちている。あそこ覗くの忘れたな。機械や巨大な水槽のようなのが見える。これ食べたことによって何かこうないかな、弊害というか、なんかない？ないね。ここは手を洗うとこ。あ、入れた。あ、トイレか。なんかない、なんもないね。これは？脚立。あ、上がれるよ。どういう仕組みそれ？もう一回いけんじゃん。あ、なるほど。本来はこういう、こうあるべきなやつね。実験で出た残骸は必ず焼却を行い、こちらの段ボールに入れること。決して野外に持ち出さず、必ず屋内の倉庫などで保管すること。残骸ね。だからあちこちに段ボールが。うん。ここには特には、ものはないですね。ここも肉がある。動物を用いたナンバーセブンの性能テストの実施を検討。ナンバーセブンのクローン制作について検討。死骸の最終処分場所の検討。所長と食事。ロベルの動向について報告。これ食った方がいいのかな、肉。食べる。食べちゃってるけど。少し癖があった。空腹が少しマシになった。大丈夫かな。お腹壊さない。生肉かもよ。つか何の肉？鍵で施錠する、解除する。鍵を持っていない。結構長めですね、このゲーム。いやでも、長めって言っても、結構短編で終わってることが多かったからな、この方の作品。実験室の電源制御装置だ。破壊されていて操作できない。あ、これ電源オンにしてみようか。ってことはこれでエレベーターが動いた。あ、走っちゃダメじゃって。ここ？また肉だ。ガンガン食べてみようか、これ。旨味が口の中で広がった。空腹が増しになった。うわ、いっぱいなんか培養されてんじゃん。これがナンバーワンとか？そういうの関係、あ、なんかいる。お、いる。なんかいるよ。お、やばいやばいやばいやば。これ見つかったらやばいね、多分ね。これやばい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 。法則性がわかんない、あいつの動き回り方の。お、やばいやばいやばい。いけんのかな、これ、あっち側。こういっとけば。こういっとけばいけそうな。早く行けよ。早くあっち行けよ。なんでそこにずっといるわけ？長くない？そういう下り。早く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 。こっち来る？え、さっき上行ったよ。そんなにふらついてもそこいないよ、もう。もういないよ。はい、上行こう。え、どういう理屈？動かせないし。何あいつ。いや、来ないのかな？なんかあっちなんかありそうなんだけどな。なんでさっきまで来てたじゃん。これ一回リセットする必要ある、もしかして。はい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 。これで？あ、やばいやばい。
おお。行っちゃったもん。で、一回戻れるよね、これね。早く行け。早く行け。お、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 お前上行って。はっ。お、見つかなかった。これ何？うん、原作機が何？あとは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 もうない？これは？これは？関係ないの？やばっ！ あの元素記号は何？何よ、何の音？このカチャって。くちゃってたまに音が聞こえるんだよね。何何何？もうなんかいるの？なんかいいのかな？ちょ、一回エレベーターを動かしに行きたい。で、セーブ。ちょっとここでセーブ。あ、間違えた。こっちじゃない。ここだ。ここで、開ける。おー、動いた。どこに行けんだろう。でも、遅くなったな。今戻ったぞ。うん。疲れただろうが、あと少し歩けば出口だ。え、もう出口な。あ、なんか落ちる。お、鍵を取る。あ、この鍵って、そういうことじゃない。でも、まだ開いてない。開ける。さっきの場所だ。これで、もう一回ちょっと試してみよう。ここで、違い、はい、セーブして。まだ鍵使ってなかったからね。ウィーン。こっち行きます。ここだったっけ？開いた？はい、来ました。なにこれ？斧やん。顔が。男だ。拳銃を握っている。白い服を着ている。頭に穴が開いており、そこから出血している。頭を眠っている。ここで休む。ちょっと休んでみよう。懐かしくて優しい匂いがした。それはナナにとってとても落ち着くものだった。誰だろう。なんか監視してた人かな。棚だ。錠剤が入った瓶が置かれている。瓶には7へと書かれている。取らない。これは？ユーザー名ロベル。ということ？パスワードのヒント。2453ME。え、待って。ちょ、待って、これ。これ、元素記号ってこと？元素記号の、この元素番号が、ちょ、今、元素番号を調べる。元素番号じゃない。元素周期表だったっけ、あれ。ちょっとそれを今ね、調べてみます。元素周期表。元素周期表の意味がいまいちまだ僕分かってないんですけど。2453の元素周期は、ちょっと待って。ん？CR、あ、待って、これどうやってやんの？あ、キーボード。あ、これいいんだ。CR、R、でも小文字って書いてあるんだ、全部な。で、I は、これ1文字なんだよ。これ I になってるよね。IO かもしれない。IO、ME、ME、クリオミ。これでいけるのかな？ OK。どうやらパスワードが違ったみたいですね、これは。でも6って書いてるよね。あそこの特別な元素表じゃないといけないっていうこと。ちょっともう、あ、これも。これ取ってみようか。瓶を取りました。ちょっともう一回元素表を見てこよう。こっちの数字は全然違うのかもしれないもんね。うわ、あ、行っちゃった。行ってみる。CR 合ってる。でも53やっぱ I になってんの、これ。これやっぱちょっとカメラ撮っとこうか。カメラで、はい、パシャリ。いや、変わらんな。やっぱ普通の幻想ね、そんなじっすね。
さらばじゃん。あいつランダムっぽいな、動き。赤いの。で、もう一回やってみましょう。ここに、でも6って書いてるよ。CRI、ミーデって何？あ、ロベルだから？でも ME ってことじゃないの？ ME。違う。ミーって誰のこと？ 7 だと多いし、ロ。ロベルは？ロベルってこと？ミーって。ん？あ、読めてる。ちょっと待って。もう一回。初めはこんなところでは、ところではなかった。新しい発見に胸を躍らせて、研究活動に没頭する、そんな研究者ばかりが集う場所だった。しかし、それもいつからか変わっていた。ことの発端は資金不足だ。研究活動に没頭し、ついに資金が底をつき始めていた、ある日、現所長中田がとある外部組織から提案を受けた。それは新兵器の開発だった。それは非常に条件が良かった。新兵器の開発を継続して行いさえすれば、他の研究においても資金援助をしてもらえるというものだった。我々は新兵器の開発を進め、資金を得ていった。組織としてだけでなく、研究者個人としても多額の資金を手にし、いわゆる金持ちになっていた。しかしこれがいけなかった。ここに来れば多額の資金を得られると知った連中が集まり、増えていくようになったのだ。どの家からも研究には大して興味がなく、両親はすでになく、金のことばかり考えている狂ったものばかりだった。研究熱心だが、成果をあまり上げられなかった中田も、徐々に金に目がくらむようになっていた。そんな組織の変化に嫌気がさした研究者は、研究所を後にするようになっていった。いつしか中田は研究所の所長になった。狂った連中が彼を持ち上げたのだ。ある日、中田がまた新たに提案を受けた。それは前と同じ組織からのものだった。大勢の人間に溶け込み、兵器だと気づかれない兵器、すなわち人の形をした生きた兵器の開発だった。組織としての良心はほぼ残っておらず、我々はタブーを犯すことになった。人間の子供と様々な生物、物質を配合し、兵器の開発を進めていったのだ。私はこの時、やっと止めなければいけないと思った。この腐ってしまった我々が作ってしまった組織のあり方を壊さなければならないと思った。だがそう思った矢先、感づかれた。中田から脅迫を受けた。それは私の妻と妻の中にいる娘の命だった。妻を生きながら得させることができるのは残念なことにこの組織だけだ。それが私がこの組織を離れられない理由だった。実験に使う人間の子供はたびたびどこからかさらってきた。実験に使われた子供たちはほとんどが死んでいった。生き残る者も欠損や後遺症が残って弱り果て、兵器として使えないため、我々の手で処分していった。しかし、ある事件を境に、人さらいで子供を確保するのをやめるようになった。一般人に人さらいの一部始終を目撃されてしまったのだ。その時我々は目撃者を殺害し、隠蔽するに至った。しかし、これ以上ハイリスクで、子供を確保することは不可能だと我々は考えた。そこで新たに考え出されたのが、研究者間で子供を作ることだった。おっと？研究者間で子供を作る際、配合する動物と適合しやすくなるよう、細工を行った。その結果、研究の失敗が減った。ナンバーワン、ナンバーツーと、丈夫なサンプルも生み出せるようになり、着実に進歩を遂げているようになった、いけるようになったのだ。そして繰り返すうちにナンバーセブンは生まれた。ナンバーセブンは求められた品質上の最高傑作とされた。知能が高く、理論上では人間を30人瞬殺できる能力を持っていたためだ。私、30人瞬殺できるんですね、これは。だがそのナンバーセブンは私の娘である。娘は勝手に実験に使われたのだ。妻の帝王切開についても私には一切告げられていなかった。後に中田の差し金だったと知った。なるほど。その後しばらくして妻は死亡した。そして私にあるのは7。だけになった。もう組織を壊すしがらみはなくなったのだ。しがらみはなくなったのだ。私はナナを守りたい。救い出したいと思った。私はこの組織を壊す。私はこの組織に関わった者全員皆殺しにする。組織に作られた失敗作を使って。うん。あ、なるほど。
敗作を。え、失敗作って私のことじゃないですよね。え、じゃあ待って待って。え、この人がここで死んでいるっていうことは、この人が中田っていうことじゃないですよね。懐かしくて優しい匂いだから。え、じゃあ誰？ロベルでしょ、これ。ちょっとタクタクさんよくわからなくなってきておるのだけれども、どうなのでしょう。これはどうなのでしょう。30人を瞬殺できるって言ってたよね。そんぐらい強いのに、なんででも他の奴らにやられるとバッドエンドになっちゃうわけ？あいつらの方がもっと強いってこと？その辺ちょっとわかんないな。ここは？移動。これでストーリーが進みますよね。さあ、あと少しだ。お前誰なんだ？お父さんはもう死んでるんじゃない？これ。そこの窓を見て見るといい。絶景が広がっているぞ。窓なん？あ、これか。これっすか。撃てって書いてるよ。窓の外には。なに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 ？狙撃されたってこと？命中、ナンバーセブン、死亡確認。ご苦労。娘と二人、あの世で仲良くやりたまえ、ロベル。やっぱりロベル！ここはもう終わりだ。やっぱりやられてたんや、ロベル。血染めの7、ブラッディセブン。本当に終わっちゃったけど。これで終わり？多分違うよ、これ。無視していけば。やっぱそういうことだ、途中で気づいたわ。お父さんを語る偽物だったんだ、やっぱり。やば。すげえ、これ。面白い。もう一回、これ、やるわ。セーブしたとこから。そしたら、脱出エンドがあるかもしれない。ちょっと試してみよう。ふんふん。仮想コントローラー。今、コントローラー使ってるからかな。すごい。いろんな人の協力で作られてる。いや、これは、いいストーリーだね。これバッドエンドでしょ、多分。エンドないとか出んのかな？ノーマルエンドとか？そういう区切りではない、もう。むくって起き上がるみたいな。あー、起き上がんないのか。エンド C！ A、B もあるってことじゃ。もう一回行こう。これで、お父さんやっぱりこれね。お父さんで、窓に立たなきゃいいんだよ。そしたら、私は生きていられるはず。そうだよね。サクサクサク？開けて、他にだって脱出ルートないもんね。移動。で、さっさと進んでいけばいいんだよ、これ。止まることなくね、多分。さあ、あと少しだ。そこの窓を見てみるといい。絶景が広がっているぞ。これ走ればいいんでしょ、多分。行くぞ。てい！大丈夫だった。いけた。さあ、出口だ。いっぱいいるでも、ここにも。この世からのな、錠剤を服用する。これ、ちょっと服用しようか、じゃあ。ん？うわぁ、瞬殺！真っ赤になったよ。この錠剤がないと、すげえ力発揮できないってことだ。これか、多分エンド A は。で、エンド B は錠剤がない状態かな、多分。そういうことだよね。あ、あるかもしくは服用しないか。で、誘導してたのは中田っていう人でしょ、多分。所長の。で、これから、ナナは、中田のところに行って、中田を始末しに行くと。
おお、中田。全国の中田さん、ごめんなさい。なぜお前が謝る？中田と中田がいに、いや、くだらないこと言ってるわけじゃないよ。待って、これ本当に、でも、ゲームの中に、ゲームが実験対応のゲームとしてあるっていうのもなかなかな展開だったな。そういうフラグだったのかな、あれは。ゲームタイトル7だもんね、あれもね。すごいわ。ドットさん面白いですね、やっぱ。で、これはエンド？これ B？ あ、やっぱ A だ。で、あそこで多分、せっかくだからエンドビーム見たいところだよね。見るか、エンドビーム見ましょうか。せっかくだしね。で、ちょっとエンディングが変わる感じ？あ、変わらないんだ。まあ、でも、ちょっともう一回行って、エンドビーを、はい、お父さんのそばでね、エンドビーを確認して、錠剤を飲まない状態になれば、おそらくは、そういうことですよ。あ、マジだ。錠剤を飲まないで、ってことだよね。でも、あのまま蜂の巣にされちゃうってことなのかな。何の錠剤なんだろう。あんな即効性の錠剤なんかある？そういうツッコミするんじゃない？急げーい。さあ、出口だと。この世からのな、しない。いっぱい撃たれてる。あー、蜂の巣状態。命中、ナンバーセブン、死亡確認。ご苦労。娘と二人、あの世で仲良くやりたまえ、ロベル。これはもう、ここがもう終わりだ。中田めー中田ー許さんぞ、中田。いや、これすげえ面白かったな。なんかこう、まあ一応ホラージャンルなんでしょうけど、こう、気持ち悪さとかそこまでなかったですね。出血とかそういう表現は確かにあるんですけど、そんなでも、うわっていう感じで見れないわけじゃない。うん、割とね、ドット絵なんで、あ、こういうグロテスクな表現はあるなとは思うんだけど、うん、ホラー体制のあんまない人にも見やすい作りではありますね。いいなぁ。でも7がやっぱ生還してっていうエピソードがやっぱ残ってっから、なんか続編もあると思えばあるかもしれないけど、でもこれはね、このままでいいかもしれないですよね。こういう短編は本当に大好物。いいわ。これ一応全エンディング回収したと思うんで、これで。むくっ、起き上がんないですね。無敵ではない、不死身ではないという。エンド B。全部回収したよ、多分。なんかあんのかな？他にも。全解放した特典は、ない。別にね、特典のためにやってるわけじゃないですからね。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。血染めの7。結構ね、短編で、わかりやすいお話でしたし、なんか、綺麗だよね。マップ移動の時のちょっとずれる感じとかも結構好きで、非常に面白い作品でした。というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次回作も期待しております。じゃあまたね。バイバイ。